回廊から抜けられない。どこが出口だ。明るくて綺麗で、人がいない。ここはどこだ。いつなんだ。ここはどこだ。いつなんだ。ここはどこだ。いつなんだ。先輩、様子が変。人が…Thank you.
2つ目、強欲の契約者を保健室に並べるのも時間の問題。あれ、ゾンガイ好き。コンプ感があっていい。ところで先輩、私を選んだ理由はなぜ？心強い。それってダジャレ？心だけに。この状況でその発言、ユニーク。レギオン。それじゃ、心してかかって。私は強い。心だけに。全米も思わず苦笑い。行くぞ、ココ。安心の安全のため。行くぞ。行動開始。退屈な戦闘です。剣の発動。死ん、取ったら死ね。格の差を知れ。頼むぞ。拝命。倒す。任せるぞ。わかったよ。行動開始。お願い。任せろ。結構見えてる。ああ、主よ。高ぶる。欲しい。容易です。つまらんな。よく倒す。行動開始。退屈な戦闘です。破壊します。死ね、取ったら死ね。覚悟倒す。頼む。わかったよ。結構見えてる。倒そう。欲しい。倒す。行動。退屈な戦闘です。死ね、取ったら死ね。まとめてぶっ壊す。格の差を知れ。行くぞ。任せるぞ。拝命。行動開始。排除する。許さないから。高ぶる。欲しい。
容易で反撃します。行くぞ。行動開始。退屈な戦闘です。格の差を知る。格の差を知る。死ぬ。やったな、心。あらかじめ見えた未来。ただ必要としている。理不尽を覆す理不尽、狂気を狂わせる狂気、断りを歪め全てを取り戻せるだけの力を、永遠に奪われてしまった全てを回帰させるための力が、もしもと願い、もしもと嘆き、もしもと憤った涙を流した時間に意味を与えるための力が、俺からお前を奪い去ったあの時の絶望をなくすために、俺から全てを奪い去ったあれからの空虚を打ち消すために、理不尽な世界に打ち勝つために、時も場所も理不尽に歪め狂わせ、なくしたことをなくせる力が、もしもを本当にするための力が、俺には必要だ。あの場所、あの時に戻るための力が。ギギギ、当たらずといえども遠からず。気にするな、すぐに体感することになる。白猫先生、
ありがとうございます。私までお招きいただき。影の立役者ですからね。ユーゴさんのおかげでライフラインが存続できたんですから。そういう白猫先生もたくさんの生徒を救ってくださりありがとうございます。いえ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 、職分ですし、当たり前のことをしただけ。あなたは学園の誇りですね。いえいえいえそれにお料理もお上手。ユーゴさん、こちらの料理もお取りしましょうか。私はもういっぱいだ。すまないな、ソラ。昔はあれほど健啖家でしたのに。昔の話だろう。もうお互いにいい年なんだからな。ああ、いや、だが、お前は変わらず美しいよ。年がいもなく照れてしまいます。近距離ダメージ。この次はあんたかもしれないってのに、よくまあのうのうと食事が喉を通るね。その意地汚さと神経のずぶとさ、ウジ虫らしいね。いちいちうるせえな。祝いの席だってのに黙れねえのか。てめえの親はマナーも教えてくれなかったのかよ。はあ。死ね。深夜。おわ、食事を粗末にすんじゃねえよ。良太郎くん。あ、ココロちゃん、口元にクリームついてるよ。うかつ。先輩、綺麗にして。両手が塞がっている。救援要求。私が拭いてあげますから。痛い、唇ごとお手を腫れる。気のせいですよ。綺麗にしてあげますから。目が笑ってない。みんなはしゃいでるな。副長も向こうに混じらなくていいのか。気になるって俺のことでか。そういえばまだ言えてなかったか。いろいろお疲れさん。おかげで学園内は平和になった。副長はさ、異変がなくなって外に出られたら何をしたいんだ。妹との約束か。それは大切だ。お兄ちゃんなら叶えてやらないと。俺も早くここから抜け出したい。弟との約束があってな。あいつが高校生になったらお祝いに旅行に連れてってやるって言ってたんだが、全然果たせずじまいでな。いつでも叶えてやれると思ってたんだが、人生何があるかわからんもんだよ。お前と妹を見てると不思議と俺たちと重ねちまうんだ。全然似てないんだけどな。って真面目な話しても空気が壊れちまうな。俺としたことが時と場所を選べてなかった。
ここは気分を切り替えて恋バナでも。今のは保健室から。ソラ先生、俺も保健室に行きたいんですけど。ほら、こんなだけど好意だし。でもその好意がこんなボロボロなんだから、すこぶる滑稽だよね。お前か。時と場所を選んで出てこいよ。かける先生じゃないんだから無理言わないでよ。せっかくお休みを言いに出てきたのに。お休み？もうすぐ壊れちゃうんでしょ。何周したのか知らないけど。だからもう期待できなさそうだし、あの子の邪魔になるようだったら困るから。時と場所を選べても必ず夜がやってくるなんて、ほんと世界は理不尽で残酷だね。これは。どうして僕は保健室に。一体何があったんだ。え、何これ。謝るから返してよ、うちに。備品倉庫から医薬品を持ってきたくて。心得ました。みんなベッドの子たちをおとなしくさせといて。お、はい、おとなしくなった。一丁上がり。伊達くん、剣能使ったでしょ。早いし効果的だし、いいじゃねえか。ちょこっと体力奪っただけだ、触りはねえよ。ソラさん、契約者たちが目を覚ましました。顔色が良くないですが、大丈夫ですか？ええ、大丈夫ですよ。空き教室を出たところで立ちくらみが。あら、かける先生が見当たりませんが。
ば。あれ、さっきまでいたのに。好意のくせにこの状況でどこに行ったんだか。道に迷ったとか。この距離でありえないだろう。そうですよ、どこかの誰かさんじゃあるまいし。何も感じないけど。耳鳴り。皆さん動かないでください。契約者の権能です。大規模かつ強大な力、強欲の契約者のものでしょう。ですが、ありがとうございます。あなたのおかげでギリギリ防ぐことができました。あれだけ微弱な兆候によく気づけましたね。私でも見逃してしまうところでした。この空間は私が権能の影響から守りましたので大丈夫です。契約者の権能ってことは、外で何か異変が起きている可能性が高いですね。保健室の外が心配。ソラさんに会長に千代ちゃんとたくさんで、ベッドまで大所帯で占拠されてる。何言ってんだ、猫先生。伊達くんだっけ。いつの間にか保健室が占拠されてたら誰だって驚くでしょ。で、それよりも外見て、学園が変な色のドームに覆われてるの。え、結界のことですよね。学園中あのドームのせいで大騒ぎ、緊急事態だよ。白猫先生、落ち着いてゆっくり質問に答えてください。学園がドームに覆われたとおっしゃっていましたが、それはいつのことですか。いつって、今突然にですよ。ソラさんまでどうしちゃったんですか。お気になさらず。それより白猫先生、そこのベッドで倒れている生徒たちの対応をお願いします。わかりましたけど、何もかも突然すぎるよ。新生徒会の皆さんはひとまず空き教室にお戻りください。校舎内を確認してきましたが、白猫先生の発言通り、ここは結界が生まれた直後の学園のようです。つまり私たち保健室ごとタイムスリップしたってことですか。嘆かわしいことですが。今更だけど、権能って何でもありですね。とはいえ拉致外、この力は無茶苦茶すぎる。条件や制限、使い方次第とはいえ万能無敵だな。時間を操れるなんて、普通ならなすすべもなくやられちまう類の力だ。実感ないけど、私たち
タイムスリップしたんですよね。だったら別時間軸のもう一人の自分と出会ってタイムパラドックスで消滅とか、そういうタイムトラベルあるあるの怖いイベントは大丈夫なんでしょうか。学園内には私も含めて保健室内にいた人間は見当たりませんでした。別時間軸、別時空の平行世界に移動するような力ではないのでしょう。おそらく干渉した対象の時間といいますか、物理現象の反応を操作し巻き戻す力なのでしょう。ですので保健室の中以外が全て結界の発生した直前の時間に巻き戻っただけのようです。これほどに世界への影響力が強い力なのです。使用者の精神への負担も相当なものに違いありません。連続してこの規模の時間操作はできないはず。そして先ほどの力は学園内を対象に発動されたものです。異界にあるイデアまで復活しているわけではないはず。皆さん、今のうちに最後のイデアを破壊し、強欲の契約者を無力化してください。対応する霧は旧寄宿舎のどこかにあるはずです。ユダ先輩ってお休みは何？ケーキも飾り付けも全部なくなっちゃったね。主催してくれてた白猫先生も全て忘れちゃってるみたいだし、忘れちゃったっていうかなかったことになってるが正しいのかな。他の人と別の記憶があるなんて、私たちの方が異常者みたいだね。時間操作の力は恐怖。今回はたまたまソラさんが防いでくれたけど、気づかなければ、そもそもたとえ気づいたところで防ぐ術がなければ、知らずに時を繰り返す。記憶をなくして何十回、何百回、あるいは何万回と。もしかしたら私たちはすでに何度も同じ時を繰り返しているのかもしれない。時間が巻き戻っただけ。ユーゴさんが影響を受けていたとしても、健康に大事があるわけないとは分かってるんですが、心配です。この力を得て少し思い上がってたみてえだ。時間操作の剣の明らかに別格だ。それにあの人も異常だぞ。副長、お前も察してるだろう。カケル先生も白猫先生と同じように私たちとの記憶を全部なくしてるんだよね。なんだか寂しい。あの人はまだ保健室にはいないみたいだけど、どこで何してるんだろうね。ギギ、ソラさんが教えてくれたの、新生徒会だっけ。学園に異変が起きてすぐに新組織発足なんて迅速で頼もしいよ。結界だっけ。外に出られなくなる怪奇現象だけじゃなくて、ベッドの彼らみたいに突然倒れる子まで出てきちゃうなんてね。
世の中何が起こるか予想できないね。本当、こんな異常かつ緊急な時に限ってカケル先生はいないし、重要な時にいないんだから。そうそう、ソラさんからは君たちの協力をするようにもお願いされてるから、気兼ねなく頼ってね。顔色が悪いよ。よし、これで大丈夫。もう無理しちゃダメだからね。薄い。でもこれ建物から漏れ出てきてる。先輩、気をつけて旧寄宿舎内に入ろう。濃いのが溢れてる。地下があるとは。教壇、他の校舎にもこういう地下があるのかも。濃い分影響も強そう。先輩、私と心して進もう。この霧を抜けるのは気をもげんなり。先輩、安心安全を求めていざ早急に霧も契約者も撃破。やっぱり教室でのんびりがいい。ギギ。ここも深淵とつながっているようだな。得意点のあ。
行くぞ、トトロ。安心安全に。倒す。行動開始。退屈な戦闘です。破壊します。核の差を知る。お願い。拝命。知れぬ。核の差を知れ。取ったと死ね。殺せ。核の差を知れ。頼む。わかったよ。倒す。任せるぞ。任せろ。虚しいな、虚しいな、虚しいな、虚しいな。行くぞ。行動開始。退屈な戦闘です。取ったと死ね。核の差を知れ。死ぬ。倒せ。邪魔だ。もう一撃。やったな、ココロ。あらかじめ見えた未来。蹴散らせ。行くぞ。退屈な戦闘です。核の差を知れ。頼む。拝命。死ね。お願い。拝命。撃滅で倒す。任せるぞ。わかったよ。皆殺しだ。うっそ。容易です。放出します。倒す。退屈。核の差を知れ。核の差を知れ。屈する。退屈な戦闘です。撃滅です。取った
ったら死ね。行くぞ。任せるぞ。承知しました。破壊します。行くぞ。大切な戦闘です。破壊します。核の差を知れ。頼む。承知しました。破壊します。取ったら死ね。お願い。はい、撃滅です。眠るがいい。一掃しろ。行くぞ。退屈な戦闘です。破壊します。核の差を知れ。倒す。任せるぞ。承知しました。剣の発動。取ったら死ね。格の差を知れ。こんなもの覚悟して殺す。倒す。狂気が。破壊します。取ったら死ね。核の差を知れ。くっそ。行くぞ。任せるぞ。承知しました。指令のまま。倒す。砲弾に従います。核の差を知れ。こんなもの。行くぞ。砲弾に従います。破壊します。
眠るがいい。顔色が悪い。よし、もう無理しちゃダメだ。おう、なんだ、お前らか。時間操作の影響を受けなかったみたいだな。学園長の力か？笑えない。
副長、隠してて悪かったな。なら味わってみるか。停止。時間操作はそうバカすか使える代物じゃないんだよ。負担もでかけりゃ燃費も悪い。今のは空間転移だ。勘違いしてるみたいだが、俺の力は時間操作じゃないぞ。俺の力は時空間操作。時と場所を選べる男にぴったりな力だろ。反則。これで理解できただろ、俺が強欲の契約者だって。俺の願いは人生をやり直すこと。10年前に死んだ弟の生きていた時間に戻ること。事故を、あいつの死を、あいつのいない人生を、全てをなくし書き換えること。とはいえ結界が邪魔でこの時空間から出れないんだけどな。空間の移動も時間の操作も結界に覆われた空間や結界の張られた時間で制限されてるんだ。そういや、そんな設定で説明されてるんだったな。お前らイデアを砕けば、契約者を倒せば霧と同じように結界も消えると思ってるだろう。そういう現象だから。間違ってるんだけどな。学園は今外の世界とは隔絶した別個の存在として孤立している。剣の霧、世界の歪み、狂気と混乱を学園に閉じ込めることで外の世界を守るために、結界と呼ばれている存在を操作する剣能の力によって。お前らはその力を間近で見たんじゃないか。剣能で結界を生み出しているのは学園長だ。そう。なあ副長、俺と手を組まないか。学園長さえ倒せば結界は消える。他の契約者とはもう戦わなくて済む。ベストエンドだと思わないか。仮にその話が本当だとしても、ソラさんの行動は正しい。安心安全。霧も世界の歪みも剣能も何かを傷つけるもの、異常なものは隔離するべき。そしてカケル先生、あなたの力は大変危険。能力そのものも、能力の副作用で広がる霧と世界の歪みも、学園内を数日時間操作して面積の2割程度に当たる旧寄宿舎がこの有様、世界を丸ごと10年間も時間操作すれば、霧と世界の歪みで文明が崩壊することは容易に想像できる。ま、そう簡単に騙されてくれないか。
霧や世界の歪みの話か。なら懸念の通りだよ。やってないから絶対とは言えないが、地表の2割くらいは霧に覆われるんじゃないか。弟がミツルが死んでからずっとあいつと、あいつを失ってからの時間を取り戻す方法を考えてきた。医者になったのもそれが理由だ。この願い、この思い、この欲望、たとえ狂気と言われても、このエゴに突き動かされて今の俺がある。理屈や論理をいくら還元したところで、帰結するところは虚無。意志で動く存在の根源はただそのエゴだ。このエゴこそが俺なんだ。副長、お前のことは、お前たち兄弟のことは気に入っていた。こうなってしまって残念に思ってる。俺には貫かないといけないエゴがある。俺が俺であるために。譲り合えないことならぶつかり合うほかないだろう。力の強さをお互いのエゴと信念の強さと信じて。だからそう悲観するな。まっすぐにお前のエゴを俺に示してくれ。お前には期待してるんだから。がっかりさせるんじゃないぞ。なあアワリティア。さあ、始めるとするか。行くぞ、ココア。安心安全のコンビ。倒す。大地。格の差を知れ。取ったら死ね。格の差を知れ。行動開始。お願い。任せろ。ぶっ飛ばす。行くぞ。退屈な戦闘です。取ったら死ね。安心しろ、苦しませはしないから。認める。どれどれ。憎い。くらう。死罪です。くそ。
つまらんな。よく行くぞ。退屈な地とったら死ね。格の差を知る。退屈な戦闘です。破壊します。主様、とったら死ね。格の差を知る。行動開始。行くぞ。くらえ。とったら死ね。安心しろ、苦しませはしないから。認め。どれどれ。つまらんな。倒す。取ったら死ね。ちゃんとしてよ。感謝します。格の差を知る。さあ。行動開始。行くぞ。今日つく。もう一撃。砲弾に従います。大丈夫だ、死んでも戻してやる。認め。こうしてやる。倒す。退屈。取ったら死ね。行動開始。お願い。わかったよ。格の差を知る。行くぞ。今日つく。退屈な戦闘です。格の差を知る。頼むぞ。拝命。安心しろ、苦しませはしないから。認め。倒す。退屈な戦闘です。格の差を知る。お願い。拝命。取ったら死ね。お願い。拝命。格の差を知る。頼むぞ。
わかったよ。行くぞ。心、頼んだ。任せて。安心しろ、苦しませはしないから。認め。痛いだろ。行くぞ。覚悟。倒す。退屈な戦闘ですよ。破壊します。とったの死ね。格の差を知れ。くっそ。大丈夫だ。理屈も知ったことか。ミツラ、俺は諦めないからな。行くぞ。このエゴに従う。退屈な格の差を知れ。わかった。抗い続ける。退屈な戦闘です。破壊します。とったの死ね。格の差を知る。頼む。わかった。理不尽を許さない。たまるか。取ったの死ね。お願い。わかった。すべて滑る。大丈夫だ。死んでも戻して立つ。進化。砲弾に従います。破壊します。主様の言う通り。殺す。やったな、心。あらかじめ見えた未来。終わったか。せめて誇れ、お前のエゴと信念を。くそ、止血しきれない。戻せない傷なんて、お
前らにつけられるかよ。夜だよ。夜？一体どうして？ごめん、ミツル、兄ちゃん、結局、お前を、約束、守れなかった。ごめん。先輩、とても危険、血が止まらない、傷が、深すぎる。お前は守れよ、兄弟との約束を。約束か。なら忘れるなよ。お前たちが報われることが俺のせめてものなけなしのエゴなんだから抗えよ。剣のイデアを移動したの。やめて、先輩、お願い。分かってるんでしょ。カケル先生はもうここにはいない。ギギギ。どうしたの、お兄ちゃん。みんな深刻な表情だけど。何の話をしてたの？
もう急に変な冗談やめてよ。せっかく可愛い妹がお土産を持って帰ってきたっていうのに、笑えない冗談を言うような人にはプレゼントできないな。で、本当のところは何があったの？お集まりでしたか。副長さん、また辛い役回りを押し付けてしまいましたね。先ほどかける先生の遺体は学園側で処理させていただきました。嘆かわしいことです。強欲の契約者だったとはいえ、好意として学園に尽くしてくださった恩は計り知れません。時間が巻き戻ったおかげで、結果論とはいえ失われずに済んだ命も多いですしね。尊い人間を亡くしてしまいました。あまりに沈痛な出来事です。喪に服したいところではありますが。副長さん、伊達さん、駿河台さん、契約者も残り3人、新生徒会の皆さんだけになってしまいましたね。残酷な現実ではありますが、霧や結界といった学園の異変を解決するためにも、残りの皆さんのイデアを砕く必要があります。おざけ。嘆かわしいですね。今の剣能は人を殺しかねない強さでしたよ。余裕しゃくしゃくで防いでおいて何が嘆かわしいだよ。聞いたぜ、てめえが存在操作の剣能を持ってるってな。どうせ副長と同じ何か番外の契約者なんだろう。私が契約者ですか。時空間操作の力を持つかける先生から聞いたのでしょうか。皆さんも存外人が悪い。真実を知ったのならそう早めに教えてくれないと。こんな滑稽な芝居を打つ必要もなかったというのに。ねえ、くそ、なんだこの力場。ご明察の通り、これは憂鬱の悪魔の力。副長さんの虚飾と同じく番外の力。存在を操作し、あるものを消し、ないものを生み出す。対象の存在を変化させたり操作したりと、いろいろと便利です。強欲の剣能にも負けず劣らず、なかなかの力ではありますが、世界の歪みを生まないため、なるべく私自身は力を使いたくはないのです。契約者のお三方だけでなく、相川さんや日向さん、それに深夜も不信感を与えてしまいましたよね。ごめんなさい。この力は私利私欲は当然、緊急時以外には使いません。あくまでも学園側の最後の抑止力なのですから。お察しの通り、結界は私の力によるものですし、私を倒せば結界は消えて外にも出られます。ですが、霧を広げて狂気をはびこらせ、世界の歪みを生み、混沌の苗床を作ることが正しいのでしょうか。どうか皆さん、ぜひ一度じっくりと考えてみてください。その上で私を倒し、学園の外に出て剣能によって世を乱し、
霧と世界の歪みによる狂気と混沌を厭わないというのなら覚悟していただきます。深夜も含め皆さんどうかご自身と世界のためにも賢明な判断をしてくださいね。それと皆さんのおかげで他の契約者はいなくなり、不可抗力とはいえ学園のほとんどは安全な状況になりました。もう新生徒会という組織は不要でしょ。解散にいたしましょう。幕愛宵闇。取り乱してごめんね。みんな辛いのは一緒なのに。先輩、少し一人で静かに考えたい。事態を整理したいから一度図書館に戻ることにする。しばらくソラさんのそばにいます。カケル先生のこともソラさんの力のことも。混乱したし驚いたけど、あの人が正しいって信じてるから。俺はこの力を使って叶えなくちゃならねえことがある。結界の元凶がソラさんだってんなら話が早い。あの人に抗って戦って倒すほかない。いろいろ混乱してるところ悪いが抜けさせてもらうぜ。やるべきことが定まったからよ。結界や霧のことで学園内が少し混乱してるみたい。問題を起こすような契約者がいないのが救いだけど、私しばらく生徒会室で対応をしようと思うの。一橋くんのいないこの時間軸だと生徒会も健在だし、新生徒会も解散って言われちゃったしね。何より今は少しでも他のことで気を紛らわせていたいから。ギギ。お兄ちゃん、さっきは鳥…一人だけ泣いて、なんだかずるいなって思えて。
みんな悲しくても悲しむ余裕もないくらい戸惑うことが続いてるのに、みんないなくなっちゃったね。もしもみんなが争い合うことになったら、私嫌だな。お兄ちゃんはやっぱり、そうだよね。お兄ちゃんは当然として、伊達先輩も心さんもみんな優しくて、誰かを傷つけるような人じゃない。三人なら学園の外に出ても大丈夫だと思わない？うまくソラさんやユダ先輩を説得できないかな。もしくは、心さんは力に関心がないみたいだけど、そうじゃない伊達先輩をうまく説得できないかな。ねえお兄ちゃん、新生徒会のみんなを説得しようよ。お兄ちゃんの話ならみんな聞いてくれると思うから。ところでお兄ちゃん、お兄ちゃんって最近痩せたりした？お兄ちゃん記憶喪失だもんね。わかるわけないよね。ごめん、変なこと聞いちゃった。気にしないで。僕はどうしてこんな格好を。気がついたら保健室で寝ていたし、学園で起きている異変と関係があるのか。あら副長さん。いえ、もう副長じゃありませんでしたね。考えは定まりましたか？もちろんありますよ。契約者の方々自ら己のイデアを破壊してくださればいいのです。私の、学園側の意思は変わりません。すべての契約者が消えるまで結界は解きません。深夜は私の考えを理解してくれました。ソラさんの言ってることは正しい。そうでしょう先輩、間違った選択だけは取らないでください。あなたからも前向きな答えを聞きたいものです。せめて承諾か容認かを、くれぐれも嘆かわしい答えだけはしないでくださいね。
まだ全然事態の整理ができていない。全くもって先輩はせっかち。それでどうしたの？ソラさんと、それとも伊達、もしくは私と。先輩は私と戦いたくない。私も、私は自らリタイアをしてもいいと思ってる。ソラさんとも伊達とも戦うつもりは今のところない。でもソラさんと伊達は考えを曲げないと思う。不確定要素として夜の存在もある。波乱が起こるのは確実だから、今すぐにこの力を手放すことはできないけど、先輩や千代ちゃん、会長と戦うつもりはない。あなたたちが不当に危険な目に遭いそうなら手助けをする。ご存知の通り、私は安心安全な女。先輩、少し一人で静かに考えたい。私の霧が、よう、副長。散歩で立ち寄ったとは思ってねえよ。で、どうした？やぶから棒にどうした？俺とお前のことか、それとも俺とソラさんとのことか。何にせよお互いに譲れねえところでぶつかっちまったら争うほかねえだろ。知ってるか、争うって字は二つの手で物を引き合う形が元になってんだ。てめえが俺を止めるって言うなら仕方がない。元よりいつかは戦う覚悟だったんだ。正々堂々決着をつけてやるよ。けどよ、もしてめえが俺と、いや、何でもない。忘れてくれ。後悔のないようにしっかり悩み、考えて、てめえの心で決めろ。てめえの人生、てめえの決断なんだから。
ギギ、戻ったか。机に手紙がある。千代からお前に宛てたものだ。いや、さっき妹にお前のクラスの場所を聞かれたよ。中等部の千代ちゃんがこの異変に巻き込まれるとは、本当に災難だな。は？寝ぼけてんのか？一階の奥に決まってるだろ。学園に不可思議な異変が起こり、かける先生が被害に遭ったと聞いたが、痛ましく悲しい話だ。こんな大変な時に倒れてしまっていたなんて情けない話だが、せめて今からでもできることをして備えなければ。これ以上生徒たちに被害が及ばないように。
屈しろ。行くぞ。退屈な戦闘です。破壊します。死、とっとと死ね。格の差を知る。倒す。このエゴに従う。さそれ勝つ不届きな。つまらんだ。誰勝つも行くぞ。退屈な戦士取ったら死ね。殺す。格の差を知る。頼む。分かったよ。殺す。行くぞ。退屈な戦闘です。行くぞ。任せるぞ。拝命。破壊します。退屈な戦闘です。さそれ誰行くぞ。退屈な戦闘です。格の差を知る。任せるぞ。拝命。破壊します。格の差を知る。取ったら死ね。殺す。格の差を知る。退屈な戦闘です。行くぞ。退屈な戦闘です。格の差を知る。任せるぞ。拝命。破壊します。格の差を知る。頼む。分かった。今日尽くした。納得したか。
そうだ、そんな、嫌だ。妹さんは、千代ちゃんは、ごめんなさい。でも、聞いて、私だって嫌だよ。助けられなくて悔しい、悲しいし、辛い。聞いてよ、お願いだから。君が連れてきてくれた時から、ううん、その前から、千代ちゃんはもう死んでるの。嘆かは善良な生徒が犠牲になるなんて、遺体はから猫先生はお願いしますです。のことをお願いしますね。鎮痛せんな、いいただきます。おう、副長。守るって言ったのにこのざまか。約束したこと忘れるなよ。たとえ何が起こったとしても抗え。こんな世界に負けるな。また伽藍に戻るのかと思ったぞ。我としても千代のことは残念だ。うん。時間逆行で霧は消えたが、世界の歪みは消えてない。
結界に包まれたこの小さな世界には著しく歪みが蓄積されている。塵のない場所で潮やお前に異界からの着信があったのは、歪みによって異界との境界がほころんでいることが原因だ。世界の歪みは消えない。だが結界を解いて世界が広がれば、歪みの濃度は薄まるだろう。そうすれば危険はなくなる。方法はともかく、結界を解かねば世界の歪みによってさらなる被害が出るだろう。気になってるだろうと思ってな。少し教えてやりたくなっただけだ。知ってどうするかはお前の運命、お前の決断次第だ。大丈夫？ソラさんとユーゴさんが預かってくれてる。結界が消えてくれないとちゃんとしたお葬式もできないから。このデータは君に渡しておくね。チヨちゃんのスマートフォンの中に記録されてたんだって。落ち着いたら聞いてあげて。君のいない間に新生徒会だったみんなが来てくれたよ。一度顔を出してみたらどうかな。保健室に一人でいると顔色。これでだ、無理だけは絶対にだ。誰？放っておいて。入って。ごめんなさい。私がもっとしっかりしていたら、千代ちゃんが死ぬ必要なんてなかったのに。私、自分が許せなくて、カケル先生が死んで、神聖都会から逃げて、ここに閉じこもって。私が逃げずに残っていれば、千代ちゃんと一緒に行動していれば、こんなことにはならなかったかもしれないから。
いっそ私が死ねばよかったのに。違う、君のせいじゃない。私の生きる意味を見失わなければこんなことにはならなかったはずだから。誰かのために命を懸ける、あの子みたいに生きれたら、こんな私にも生きる意味があると思ってたのに。自分の感情に甘えて逃げて、結局果たせなかった。偽物でいいと思ってたけど、私じゃ偽物にもなれなかった。とても尊敬している親友がいたの。私、その子の代わりになりたくて。本当の私は臆病で弱くて、生きてる意味も価値もないけど、あの子の代わりになれたら、あの子みたいに誰かのために生きれたら、少しくらい生きている意味があるかなって、生きていることを許せる希望になるかなって。でも私はいつまでたっても弱虫の望みのまま、あの子みたいな立派な人間にはなれないまま。ごめん、私のことなんてどうでもいいのに、君には一度ちゃんと謝りたかった。だから会ったの。謝って許されることじゃないのは分かってるけど、だからもうこれ以上は私なんかに関わらないで。ギギギ、絶望に打ちのめされているようだな。それでも望みの運命に関わりたいのであれば、その心に踏み込みたいのであれば、エゴを貫く決意をしろよ。運命は道幅が狭いからな。隣を歩く相手は限られる。よかったです。いえ、先輩が無事で本当に安心しました。この後少しお時間いいですか？ソラさんは不在なので、学園長室で二人きりでお願いしたいんですが。手短に終わらせるのでお願いします。
ありがとうございます。どうぞ。お時間をいただいてありがとうございます。人前では話しづらいことだったので。先輩、折り入ってお願いがあるんです。もう戦わないでください。これ以上先輩が傷ついたり無理をするのを見たくないんです。先輩は異変にも契約者の騒動にもただ巻き込まれてしまっただけじゃないですか。あとは俺が解決します。だから先輩は契約者を辞めてこの騒動から身を引いてください。もういいんです。そうですか、責任感が強いんですね。だけどこれは俺のなすべきことだから反省してるんです。俺が契約者たちをもっと早く倒していれば、ふぬけずに容赦なく全員倒していれば相川さんが死ぬこともなかったはずだから。先輩ごめんなさい。許されることでも謝って解決することでもないですけど、神宮家の人間としてちゃんと責任を果たしますから。先輩には戦ってほしくないんです。先輩がもう無理せず傷つかず平和に過ごせることを願ってます。だから契約を捨てる決心がついたら言ってください。ソラさんにも口添えするので。ギギ、自分の役割だから戦ってほしくないか。ずいぶん自罰的で思い詰めたエゴを覚悟したみたいだな。で、奴は自分一人で戦い、お前と一緒には戦いたくないようだが、それでも深夜の運命に関わりたいのであれば、知って共に歩みたいのであれば、エゴを貫く覚悟と決意をしろよ。運命は道幅が狭いからな。隣を歩く相手は限られる。先輩、大丈夫？ごめんなさい。辛いのは分かりきったこと。聞いた私が無神経。どうしてここに？白猫先生に聞いた。お礼はいらない。先輩と最後に話ができてよかった。いろいろ想定外、責められると思っていたから。千代ちゃんのこと、学園内の歪みが原因だと聞いた。なら
私も一員の一人、契約者である私は先輩の大切な人を傷つけた不安で危険な存在、ごめんなさい。して先輩は傷つけられた側、被害者先輩が倒れている間にいろいろ考えてようやく理解できた。私は安心安全にはなれない。気をつけても誰かを傷つけてしまう、そういう人間。それでもどうすれば誰も傷つけず誰からも傷つけられないやり方ができるか考えて、一つだけ方法を見つけた。この願いはできるだけ叶えたい。そのためにもう契約を手放すわけにはいかない。ごめんなさい。だから、いえ、だけど、だからこそ、もう先輩と一緒にはいられない。私の叶えたいあり方は一人きり進むしかないものだから、一人がいいから。さよなら先輩。ギギ、一人がいいか。ずいぶん孤独なエゴを突き通す覚悟をしたみたいだな。で、心はああ言っているが、お前はどうしたいんだ？それでも心の運命に関わりたいのであれば、知って共に歩みたいのであれば、エゴを貫く覚悟と決意をしろよ。運命は道幅が狭いからな。隣を歩く相手は限られる。何の用だ？はあ？本気で言ってんのか？てめえと馴れ合うつもりはねえよ。何かあったのはてめえの方だろ。なあ、てめえは何のために戦い、どうして今の今まで倒れてたんだ？妹のため、学園を出るために戦い、その妹が死んだことが原因で倒れてたんだろう。千代ちゃんが死んだ原因聞いてないのか？ならどうして俺に関わろうとする？俺は契約者だ。
力を手放すつもりもない。お前の仇だ。剣能が世界の歪みを強める。契約者である俺は千代ちゃんを殺した歪みに関わってる。俺たちは相入れない。俺は俺の道を行く。てめえも自分のあるべき道を選べ。交わるとすればケリをつける時だ。ふぬけるんじゃねえぞ。ギギすっけんどんだな。相も変わらず極端にまっすぐなエゴのやつだ。で、良太郎はああ言っているが、お前はどうしたいんだ？それでも良太郎の運命と関わりたいのであれば、あいつの道を共に歩みたいのであれば、エゴを貫く覚悟と決意をしろよ。運命は道幅が狭いからな。隣を歩く相手は限られる。